私ってあれ何のために生きてるんだっけとかすごい考えるようになって、これって本当に誰にとってハッピーなんだろうっていうのがあって、じゃあ違ったらまた変えればいいじゃんくらいな感じで理想の働き方生き方を決める。金融機関に新卒で入社して10年間同じ会社に働いていたんですね。第一子を産んで復職した後が人事部に配属されたんですけれども、そこですごい心の揺れがあってですね、会社の中でいらないもの扱いされてるんじゃないかとか、私ってあれ何のために生きてるんだっけとかすごい考えるようになって、子供を産んでも戻ってきてねというふうに言っている会社側の表向きの姿と、子供を産んで戻ってくるとうちの部署にはちょっと業務はしにくいだろうとか、ママたちも本当はこうなんだけど、時短だし行政上司も評価してくれないから、こんな感じでいっかとか思いながら働いているのって、これって本当に誰にとってハッピーなんだろうっていうのがあって、女性もハッピーになるし会社もハッピーになるし社会もハッピーになるしみたいなことをなんかやっていきたいなと思って今の会社をスタートしました。どっちにするかとか何が正しいかとか思って、そっちにばっかり目は行ってしまうとなかなか答えが出ないんですけども、自分が本当にこうなりたいとかこんな未来にしたいみたいな遠い先、自分が描いているもの、それがマイコンパスなんですけど、それをするんだったらどっちの選択をするかとかすると売れないものが決まってくるというか、それで決めていくし、でその決める時に仮に決めてやってみよう、軽くやってみようみたいな感じで、ここに行くのが目的だからこれを選ぶってそんなに問題ではなくて、多分どっちでもよくって、どっちでも多分ここにはたどり着く可能性はあるから、大決断をしたみたいなものではなくて、ひとまず仮に決定した感じでこっちに違ったらまた変えればいいじゃんくらいな感じで、一回純粋に理想を描く、それが何よりもすごく大事で、こんなになれるかなとかどうだろうとか思わずに、誰にも見せなくていいのでこっそりと一人でノートとかに書く、誰かに言っちゃうと「いや無理だし」とか言われるので、理想の働き方生き方を決めるんですよね。描いて決めるということをすると、不思議なことにその